こんばんは、かなめです。日本の腐った政治を改革するための方法、それが予備選挙です。今日はですね、予備選挙を導入して日本を真の民主主義国家にしようよというお話をしていきたいと思います。現在日本の国会議員の選出方法は小選挙区制という制度が取られています。でこの小選挙区制、簡単に言うとですね、一つの選挙区から一人、国会議員が選ばれる制度なんですね。例えば東京1区という選挙区であれば、千代田区と港区などをまとめて一つの区にしています。でここでですね、僕はこの小選挙区制度自体は悪い選挙方法ではないと思いますが、今の日本の現状で小選挙区制をやると、これは本当に今ね、良くないことが起こっています。ではその日本の現状とは何か。それは自民党でも立憲民主党でも政党内で予備選挙が行われていないということです。現在の小選挙区制では政党幹部が候補者を一人ずつ指名するんですね、推薦するんです。例えば東京1区だとこんな感じです。自民党からは山田慎二郎くんが党内で幹部からの指名を受けて立候補、そして立憲民主党だったら田中クリステルさんが幹部の指名を受けて立候補、あとは共産党だったら共産党から、鈴木レジ袋さんでいいですか、鈴木レジ袋さんが幹部からの指名を受けて立候補、こういう感じなんですよ、雰囲気だけね、雰囲気だけ。この中で東京1区の有権者が候補者1人を投票によって選ぶのが現在の日本の小選挙区制です。さてここで何が問題なんでしょうか。それはですね、日本の現状でこの選挙制度では国民の民意がうまく反映されないこと、これが問題なわけなんです。本当に日本って民主主義国家なのかって、そういうふうに思ってしまうのがこの今の日本の現状なわけです。党内で予備選挙が行われていない、つまり党内幹部のコネも含めた独断で立候補者が選ばれることが問題なんです。党内でですね、幹部からの指名を受けて立候補、そして当選する議員っていうのは国民の意見を聞くことはまずありません、ほとんどないです。というか有権者の声を聞く意味がね、あんまりないんですよ。例えばですね、立憲民主党の田中議員、この人はですね、選挙の時には口先では減税します、国会の腐敗を是正します、国民に寄り添いますと言っても、結局ですね、彼らは国民からの投票で受かっているというより、自分がいる党の幹部の指名で受かっている、ということなので、国民に対して約束を守らなければならないという動機、インセンティブが働かないんです。でそもそも日本の選挙っていうのはね、あれあんまりしてる意味ないんですよ。してる意味ないって言ったら怒られちゃうんですけれども、日本の選挙っていうのはあれ一種のセレモニーなんです。なぜならですね、選挙運動なんてしなくても候補者の当落っていうのは決まっているからです。皆さん、告示日とか公示日ってあるでしょ。で告示日とか公示日っていうのはあれ、投票日の3週間前とかに選挙やりますって知らせる日なんですが、でこの告示日とか公示日の日にもうその時点で、当選する人って決まってるんですよ。実は選挙の勝敗っていうのはついてるんです。これ本当の話で、例えば勝敗が際どい微妙な選挙区っていうのは日本で 10% かもしくはそれ以下に過ぎないんですね。要は自民党が強いエリアでは自民党が勝つし、野党が強いエリアでは野党の候補者が勝ちます、そういう風になってるんです。いいですか、この話で重要なことはですね、国会議員というのはですね、有権者が自ら選んでいるのではなくてですね、実質ですね、政党の幹部がコネも含めた独断と偏見で決めた候補者を決めてる、幹部が選んでるんです。各政党の幹部が公認候補者を決めたら、その候補者が当選する、これがですね、今の日本の選挙の実情なわけです。皆さんいいですか、これではさ、選挙をしてる意味ってないと思いません？つまりね、民主主義があんまり機能してないと僕は思うんですよ。党幹部がコネも含めた独断で指名して候補者を決める、この選挙のやり方を変えないと、日本の国会議員っていうのはいつまで経っても有権者の方には向きません。普段はですね、有権者の方を向いていると見せかけて、実は意思決定っていうのは全て党幹部、党の幹部に委ねてしまいます。これじゃあね、本人がね、実は減税したいと思ったとしても幹部には逆らえませんから、増税に賛成する。こういう風になってしまいます。はい、さてここで皆さん、予備選挙の導入です。政党内で予備選挙というものを実施すれば、これら今まで言ったのは全て解決です。そもそもじゃあ予備選挙とは何か。予備選挙とはですね、本選挙の前に本選挙に出る立候補者を決めるための選挙です。あれと一緒ですよ、オリンピックと一緒。世界とさ、戦うオリンピックの前に日本代表をまず決めるじゃないですか。で、オリンピックが本選挙だとしたら、予備選挙っていうのは、その日本代表を決める選抜戦なわけです。
で、予備選挙なんですが、具体的には各地域の党員が自分の政党の候補者をあらかじめ投票で決めます。例えばですね、東京1区の自民党の候補者が3人出たとします。本選挙に出る前にまずは3人の中から一番ふさわしいと思う人を投票であらかじめ決めるわけなんですね。で、これ何がいいかというとですね、党幹部の指名で立候補者が決まるわけではないので、実際に予備選挙を勝ち抜いて、そして本選挙も勝ち抜いた国会議員からしたらですね、党幹部の視線をあまり気にしなくていいことになります。そして予備選挙が素晴らしいのはですね、世襲議員有利な日本の政治っていうのも、これはね、ぶっ壊すことができるんですよ。こちらの動画で世襲議員の弊害っていうのはやりました。予備選挙がないとですね、世襲議員が有利になってしまうんですよ。なぜならですね、 党本部とのあのコネクションがもともとあるからなんですね。親やおじいちゃんがその党の上層部であったならば、当たり前のようにね、自分をですね、公認候補者に選んでくれるわけです。しかし党内で予備選挙というものが導入されるとですね、各選挙区の党員、すなわち有権者が候補者をまず選ぶことになるので、いくらね、親が政治家だったり、親がね、地元のドンであったりしても、まあ頭がね、悪ければ有権者に見透かされてしまうので、予備選挙の段階で落とされてしまうことになります。こうやってね、正常な民主主義っていうのは進んでいくんです。例えば日本と同じ民主国のアメリカやイギリスではですね、予備選挙っていうのは当たり前に行われてまして、世襲議員っていうのがあんまりいないんですね。ましてやですね、あの大臣などの政権の幹部を務めるのは世襲議員じゃないと絶対いけませんっていう日本みたいなシステムはありません。おかしいと思いません？あの、もともとね、その政党とのね、代々癒着があるから出世できるっていうシステム、おかしいと思いますよね。はい、最後になりますが、僕はですね、世襲議員の個人の自体、世襲議員自体が悪いと言ってるのではないです。世襲議員の先生もですね、頑張っておられる方も僕すごい知ってます。ただし、しっかり予備選挙というものを、政党に導入して政界に進出する人の、まあ、入り口っていうのを広げてもいいんじゃないのっていう話です。ちなみに日本維新の会は前予備選挙の導入を掲げていましたが、最近どうなってるんでしょうか。ちょっと調べてみますね。はい、以上でした。動画投稿の励みになるので、皆さんチャンネル登録と、あとグッドボタンお願いします。明日も日本の誇りを取り戻す。